聞いてください。あのね、明日のトマトのかぶり物なんですけど、トマトのかぶり物 最悪。あのさ、今日の午前中に置き配で頼んでたものが着く予定だったんですけど、まさかのなんか私見間違いで29日29日に着くってなってて、遅いよねー。明日、私なんか明日に届くと思っとったんよ。29日の29日のさ、月曜に届いてもさ、意味ないよね。もう配信でかぶるしかなくなるやん。最悪。私さ、あれ？と思って。やけん、ちょっとリスケします。リスケジュール。7月17日の夏のお姉さんの私服をちょっと28日明日にして、で、なぜ待って、7月の17日最後がトマトか。まあもう仕方がないですね。7月17日にトマトになります はい。まあ夏の果物じゃない、夏の野菜なんでね、トマトは。最後にトマトか。トマト締めになる。夏のお姉さんに期待してツーショット撮ってた。ああ、そうなんですか。あ、じゃあどっちもしますね、この最後の日は。とにかく、とにもかくにも、明日はごめんなさい、ちょっと私服です。で、トマトが 届いたら、まあ、ちょっと配信で見せるか迷うな。トマトと思ってた人が 明日来るもんね。で、てかそもそもさ、今日もさ、ロボットのはずだったんだけど、ロボットなんか探してもいいのなかったから、ちょっと再び宇宙人したって感じなんだけど。申し訳ない、申し訳ない本当に。あ、今日のお話か、ありがとうございました。いや、マジでさ、今見た瞬間にさ、えっと思ってキャンセルしようかなって思ったの。ふざけてるの、そのトマトのかぶり物の写真も。あー、なんでっていうか、なんでっていうか私が悪いんだけど、ちゃんと確認しなかったのが。ちくしょう、マジか。いや、どう見てもだって29って書いてある。昨日か、おととい、おと、昨日じゃない、おととい。おとといですね。おととい、あ、いけるじゃんと思って、夜中にやったのが良くなかったんだよ、多分。ちくしょう。引きずる引きずる。だって今までさ、お話し会に命かけてきた お話し会に命かけてきたのに。
話し家に命は命まではかけてないけど命まではかけてないけどさだから書かれとる、めっちゃはっきり書かれとるもん。5月29日お届け予定。トマトの出荷が遅れた。トマトに会うわけじゃなくて愛好人に会いに来てくれる。そうだよね、まあ、みんな明日私がトマトじゃなくても可愛い服を着てるからたくさん褒めてください。でトマトが見たい方は7月の17日にやるのでその時にちょっと来てくださいそもそもトマトが見たい方っていたのかな、どうなんでしょう、はあ、というわけでちょっとショッキングな出来事でした。トマト見たかった？本当？そう思ってくれてただけで嬉しいです。トマトじゃなくて怒る人とかいないでしょ。いないか、そうか、いないか。本気で怒る人はいないか。まあ、とにかくごめんなさいのお知らせでした。申し訳ない、ちょっと申し訳ない、本当にトマトガチ勢の皆さん申し訳ないです。今日の話し会ありがとうございました。みかんちゃんありがとう、アイス、ガントチャートさん、姫ギフトありがとうございます。わらわは姫、そうよ、ウリンチャソーお疲れありがとう、プーチンさんハートありがとう、フミットさんハートありがとう、深緑さんかわいいありがとう、お話かありがとう来てくれて、ソリオさん、タコちゃんありがとう、お話できて嬉しかったです。ズーミーさん、クジマサさんギフトありがとう、みかんちゃんありがとう、また明日もお話し会があります。おしましもできると思いますのでぜひぜひお越しください、待ちしてます。なのでそうですね、7月はツーショットは夏の私服にするけど、まあちょこちょこそれ以外の部でトマトになろうかなと考えてます。はい、こんな感じです。ツーショットは、まあ、本来の夏のお姉さんの本気の私服にしたいと思います。7月はね、ウリンチャーソー、クジマサさんギフトありがとう、ありがとうマト、ありがとうマト、残卓さん、姫ギフトありがとうございます。なんか頭痛くなってきた頭痛くなってきた、なんか
セリが宇宙人にいいねしてくれた、嬉しい。今日の宇宙人どうでした？もう私もうやらないって思った。っていうかさ、9日ぶりのツイートだったんだよね。だね今日のやつ。ちょっと私やばい、全然ツイートしてなかった、今気づいた。え、ちょっと明日おはようツイートしますね。9日ぶりのツイートでした。久しぶりに浮上した。ね。天才ついたら、それリネちゃんじゃん。天才ついたらになろう。でもなんか、ごめん、メールに集中しすぎてたかもしれん。もっと修行僧になる。ツイッター修行僧になる。あのさ、お疲れ様ボットにしようかな。私おはようやったらさ、朝起きない可能性があるけんさ、あのお疲れ様にしようかな。夕方のツイート、お疲れ様。朝起きれんかもしれんけんさ、まあ起きれんかったらなんかあれやけん、そう、お疲れ様ボット、うん、お疲れ様ボットちょっと一瞬名前お疲れ様ボットに変えていい？今ちょっと名前変えてみるね。怒られるかな。いや一瞬やけん、今一瞬変えるけん、見てみて。お疲れ様変えた。見て。変わった。スクショします。スクショ、えい。はい、お疲れ様ボットになりますので、よろしくお願いします。1日1ボケはもうしないの？なんかさ、1日1ボケさあのさ、どうなんだろうと思って、なんか冷静にさ考えてさ、私はなんかその時は冷静じゃなくて、あ、これ面白いんじゃないと思って
あのつぶやくの。え、そしたらさ、なんか後々見た時に、なんだろう、なんか滑ってるのよ絶妙に。それを見るのが本当に、なんかね、なんかしか言ってないけど怖いんですよ、怖いの、怖いんだ。もうね、嫌なんですよ。違うよ違うよ、これはみんながうまく突っ込めないから私が滑ってることになってるのよきっと。みんなが、みんながうまく突っ込んでくれない滑ったことになってるんですよ。しかも私ね、そこまでね、あれですよ、滑ってないよ。まあまあ、あの、いい線、いいボケしてるから、いい線いってるからね、本当に。まあまあ、いい線いってるよ、多分。自分で言うのもなんだけど。言ってるから私一日一ボケいい線いってるし、え、別に滑ってはないよ違う、みんながボケに気づくのが遅いんよみんながボケに気づくのが遅いの。そういうこと、そういうこと。あ、待って待って待って、名前戻さないかん待って待って、お疲れ様ボットのままになっとる。名前戻すよ。あ、待って、一人フォロワー減ったんだけど、なにこれ。うーねー、戻ってきてなんで、うーん、もうお疲れ様もっとっていいじゃないよ。はい、戻ってきて、小島愛子、小島愛子戻した。はい、戻ってきて。こんなボットフォローしてないじゃないよ。やばいやばい、忘れるとこだった。今さ、自分のさ、このツイッターの画面をさ閉じてたらさ、戻すの忘れるとこだった。お疲れ様ボットから小島愛子に。危ない危ない。というわけで、明日は、あ、ちょっとお知らせも兼ねて朝ツイートしますね。そうします。
日曜日はきっとツイッターを見てくれてる方がたくさんいらっしゃると思いますので、はい、明日日曜日ですよね。明日の日曜日、28日日曜日は久しぶりに午前中ツイートしようと思います。まあちょっと皆さんうすうす気づいてるかもしれないんですけれども、ベーコンレタストマトサンドの撮影をしに行きました。はい、いや私ベーコンレタストマトサンドしかやってないからね、はい、まあでもみんなうすうす気づいてると思うけど、ベーコンレタストマトの撮影に行きました。一人100冊買ってくださいまた私が出られるように一人100冊ノルマですノルマを課せますマルマじゃああれ書いてくださいね、アンケート、たくさんアンケート書いてくださいねアンケート書いてくれ、オフショットちょっとじゃあ見せるよ今から。どれがいいかな。いい感じのが、あ、ちょっと寝そべったりもしましたね。いきますよ、しょん、はい、しょん、はい、こんな感じのとかですね。あとはちょっと和室で撮ったりもしましたね。あ、これとか結構お気に入りですね。てかね、あのね、結構ね、あれなんですよなんかなんていうかわかんないんですけど、私いつもこういう時、こういう撮影の時って肩がすごい出るんですよね。はい、あとはこんな感じですねそう
ちょい攻めかな。ちょい攻め、 STU にしてはちょい攻めかもしれない。はい、こんな感じです。はい、楽しみにしていてください。なんかあと岩と取った岩と取ったり岩なんか防波堤みたいなところで取ったりしましたね。はい、こんな服を着たりもしました。シュ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 、はい、すっごい海が綺麗でした。これは私服じゃないです。2パターン洋服で撮りました、はい、こんな感じでちょっと大人アイコが見れるので皆さん楽しみにしてくださいっていうのをちょっと明日の午前中にツイッターにお知らせをしようと思うので、皆さん拡散をよろしくお願いします。そして詳細がまだ決まってないんですよ。 BLT さんなのか BLT グラフさんの方なのか、ちょっとまだどちらに出るのか私はまだ聞かされていないので、その発売日とか何月号に載るのかとかっていうのが分かったらまたお知らせしようと思います。それは後日追って皆さんに情報を伝えられたらなと思います。よろしくお願いします。嬉しいよね、わかる。でもなんかこの1回で終わってしまわないように私もちょっとね、また頑張りたいなと思ってるわけなんですけれども、それはもう皆さんのお力添えで変わる未来かもしれないので、皆さんどうかよろしくお願いしますね。よろしゅう。よろしゅうお願いいたします。意外と新規さんが増えるかも。どうなんだろう、わかんない。でもなんかわかんない自信がない。で実際出てなんかあーなんかやばい、こんなもう見たくないってなっちゃうかもしれない。自信がないです、私はグラビアに。
つも雑誌のアンケートにあやこじの名前書いてる。え、ありがとうね、嬉しい。自信はないですね。うわーって、うわーってなっちゃわないかなと。自信はそんなにありません。ありがとう、みかんちゃんかわいい、ありがとう。あおちさん、姫ギフトありがとう、たくさん。くじまささん、ありがとう。なんか、なんか嬉しい反面、なんかどうなるか怖くてため息が出る。だからそのツイートしようって思ってたけど、その撮影した日に、けどなんだろう、どの写真を出そうかなって考えたり、なんかちょっと発信しちゃうと発信しちゃうとやっぱりその分期待してくれる方とかもいるじゃん、が増えるじゃないですか。だからそこになんか責任というか自信が持てなくて、うん、嬉しいよ、もちろん嬉しいんやけど、なんか手放しで 100%喜べないというか、なんか怖いなっていう、世に私の高画質のなんか写真が放たれるって思ったら、なんかみんなはどういう風に思うのかとか、私自身もまだ見てないから怖いです。もちろん嬉しい、本当に嬉しい、心底嬉しいと思ってる。持っていこう。だってさ、毎回さ、その先輩方とかさ、まあ、同期の子でもそのなんか紙面に載ってるの見ると本当に可愛いな、本当に綺麗やなって思うの。でも私もこんなか同じようになんか綺麗に映るのかなって思ったら、不安しかない。なんかみんな可愛いし、すごいお顔が天才だし、スタイル抜群だから、まあ普通に容姿に自信がないっていうのもそうだし、そういうグラビアをして、なんか自分がこうパッて見た時になんか満足できる形になってるかなっていうちょっと怖さがありますね。
花火？なんかパラパラ音が聞こえる。嬉しい、ありがとう。みんなのそういうコメントが励みになるっていうか、ちょっとでも自信になります。ありがとうございます。違うんよ、あのみんなに言わせたい、言わせたわけじゃないんよ、言わせようとしとるわけじゃないんよ、全然。本当に思っとることをそのまんま口にしとるだけ。だからそんなことないよとか、なんか言っていただけるのはすごい嬉しいけど、私は全然それ待ちじゃなくて、本当に本心でなんか自分が見た時にうわって思わないかなとか、なんかもうシンプルに自分自身の容姿に自信がないから、だから不安ですっていうのを、まあ、そのただ不安を伝えてるだけなので、うん、だからみんなのそういう温かいコメントはすごい嬉しいんやけど、全然それ待ちじゃないというか、ただ単に私の今の気持ちを言ってるだけですね。本当にそう。マナブンさん尊い、ありがとう。ウミガメさん、ペンギン、ありがとう。メロンパンさん、姫ギフトありがとうございます。大丈夫だと願ってますいつの号に乗るんかな、分からんけど。こんばんは。こんばんぴゃーん。この道、あ、そういえばなんかね、あのこの間ね、夢でボーンってね、事故にあった、なんか衝突音みたいなのをね夢で見たのね、それを聞く夢を。そしたらなんかそれ本物やって、その事故の音遠くから聞こえてきたのが、で夢じゃなかったんよ、本当に事故の音やったんよ。でピーポーピーポーってやってきたけん、あのほんまに事故が起こった音で、でそれの救急でやってきた、本当にやってきて、そう近所で事故が起きてた。
夢だと思いたかったけど夢じゃなかったんですよ、その衝突音が。なんかあってほしくなかったですね。でも最近なんかね、不吉なんですよ。なんか自分の周りで事故起こったり、あの鏡割れちゃったり、なんかね、怖いんですよ。でももう事故の音ってあんな怖いんやなと思って、なんか不吉なこと起こるんですよね。でですかね、なんかボーンってなった瞬間に、あ、今事故起きたって思ってて、でもそれ夢の中だと思ってたんですけど、遠くから聞こえてきたから、あれ本当やったんや。こんばんは。あ、そう、しかもなんかめっちゃ、ま、そう、もう一つあって、なんかめっちゃ悪夢見たんですよ。なんかね、外国人の人が、私があの玄関鍵が来て入ろうとしたら、後ろにおって入ろうとした瞬間に、なんか後ろにおってガーって開けられて、はっ、あなた誰外国人、めっちゃ顔もはっきり覚えとる、めっちゃ怖かった。誰ってなって、もう顔をね、めちゃもう押し付けてね、入ってこないでって感じ、もう感触も覚えてんねん、なんかこんなやった、顔こんなのって入ってこないでって言って、これは夢です。ってなって、なんかそれもなんか悪夢でしたね。もうすごい怖かったです。もうこんなんなってた、もうその外国人、もうこんな、なんかああ知らん、そんな、その外国人がどんな顔してようか知らんないけどもう怖くて、私は追い返すのに必死でした。男の人ですね。怖かった。怖い、本当に現れたら怖いんやけど、しかも私もさ、もう容赦なくさ、あのその外国人男性の方の顔をさ、あのわしづかみにしてさ、もう感触も覚えとるんよ、なんかザラザラ感っていうかなんかザラザラしとってザラザラしとったんよ、なんかめっちゃザラザラしとっためっちゃ怖かった、もう歯がザラザラしとったやだうん怖かった。うん、だからもう本当に最近なんかそういうちょっと怖いことが起きるので、
怖いことが起きるっていうか、まあそれは夢だけど、ちょっと不吉なので本当に実際に何も起こらないことを祈ります。ちゃんと周り見てからドア開けよう。はあ、怖かったなー。てか誰なんやろ、あんな外国人の人。めっちゃ嫌やった。夢が悪夢見て夜中に叫ぶのが怖すぎる。怖いね。やばい。叫び散らかすの？叫び散らかすまでは言ってないか。デザインズハントさん、かわいい、ありがとうございます。でも悪夢見て叫んだこと多分ないと思う。うわっとかはあると思うけど。ホラー映画ですね。ちょっと待って調べてみよう。夢占い、夢占い、知らない男性。知らない男性が後ろにいるみたい。ああ、ちょっと。え、出てこん、出てこないな。知らない男性が家に入ろうとする夢、出てこない。前例がないのかもしれない。あ、知らない人にしようかな。知らない人、知らない人、家に入ってくる。え？家に知らない人が入ってくる夢の意味は対人運が好調なサイン。家に知らない人が入ってくる夢って対人運を表します。その人に対して嫌な印象を抱いた場合は対人運の低下を暗示し、あなたのプライベートに誰かが土足で入ってくるのかもしれません。何が起きてもうまく、よくない、よくないよ、よくない、よくない、よくないパターンです。あ、家に不審者、不審者だよね。家に不審者が入ってくる夢はあなたの心の不安定を暗示します。仕事や恋愛、友達関係なのでさまざまな悩みを抱えているのかもしれません。ストレス解消に努めたり、趣味などに没頭するなど、
楽しむことに専念すると良いでしょう。あんまり良くないっぽいよ。ちょっと待って、なんか嫌な予感がする。お清め、お清め、シャン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 。わあ、怖い怖い怖い。なんかどうしたらいいとこあるのかな。あ、家に入ってきた人と戦う夢。まあ、ある意味戦ってるかも。家に入ってきた人と戦う夢の意味はやる気がみなぎっている。家に押し入ってきた人と戦う夢ってあなたのモチベーションがとても高まっている暗示です。つまり今のあなたならどんな困難でも立ち向かうことができるでしょう。そのモチベーションを今後も持ち続けることが大事です。そうすればあなたの理想の未来に近づけるでしょう。継続は力なりですから、うまくコントロールしてきて、コントロールしてください。待って、あとね、家に入ってきた人を追い出す夢。問題解決が前進しそう。家に入ってきた不審者を追い出すのは今抱えている問題が解決の方向へ向かうことを意味します。問題の元凶である侵入者、まあ言ったらその外国人男性ですよね。知らないんだけど、その外国人男性を追い出すことは問題が根本的に解消する象徴。したがって自ら率先して問題の原因を追求しましょう。そうすることで解決の糸口により早くたどり着けるはずです。この夢は真摯に問題に向き合っているあなたの心理が反映されています。知らないんだけど、その問題の元凶である、問題の元凶である侵入者をその外国人男性が問題の元凶だったのかな。知らないんだけど誰だったんだろう。わかんないけど、一応でも問題解決に向かってるって考えましょう。前向きな夢だったってことで。そうしましょう、そうしましょう。はい。それがいい、それがいい。めでたしめでたし、ちゃんちゃん。はい、というわけでですね、今日はこの辺にしておいて、また明日のお話し会でみんなには、いろんな撮影の話だとか、この夢の話だとか、あとはあ、まあなんかなんだろう、ご飯当てクイズとか。愛子寺に歌ってほしい曲とかね、なんかそういう話をね、みんなでお話し会していきましょう。それでは皆さん、また明日、ありがとうございました。またね。親子寺、親子寺ま。おつこじ、バイバイこじ、またね、バイバイな、バイバイな、バイバイな、バナナ。
バイバイな。バナナ。バイバイな。バイバーイ。おやすみー。